鳥山石炎、根弱画と続百鬼より、大ハゲ大ハゲは、鳥山石炎の妖怪画集、根弱画と続百鬼に描かれている妖怪。屏風よりも背が高く、菊の模様の振り袖を着たハゲ頭の人物の姿が描かれている。ハゲとは、有利で働いている、友女見習いの少女のこと。絵に添えられた解説には、伝え聞き放送は704歳にしてなお、 自動と称すぜ大ハゲにあらずや日本にてもなちたかのには、頭かぶろにて、はかつなる大ハゲありと運しからば、男ハゲならんかとある。法祖とは、自動、または、菊児童の名で広く知られている仙人で、菊の老を飲んで不老不死となったとされる。一般的には800歳とされることが多いが、脳、菊児童では、700歳という語句が用いられており、赤縁が大ハゲに伏した分は、 課題としても親しまれていた、菊児童を踏まえたパロディと見ることができる。頭かぶろにて、破格なるという表現は、毛や歯が抜け落ちた様から老人を指す言葉。頭堂破格と同義で、中国の仙人には、菊児童のように700歳以上の子供がいる。これは、大ハゲだろうか。日本には、那智やや高野さんには、頭が、ハゲ歯が抜け落ちたよぼよぼの大きな子供がいる、とすれば、 この大はげは男のハゲであろうかとの意味になるが、具体的に大ハゲがどのような妖怪なのかは見た目以外はよくわからない。石円の描く妖怪には実際に存在する妖怪として伝承されていたものではなく、風刺や絵時遊びを込めて創作されたものも多いが、この大ハゲもそのような例であると考えられている。近藤水希は当時絵て本として用いられていた。 画線での児童の顔や髪の描かれ方の掃除から菊児童を模していることが意識的に絵に組み込まれている可能性を指摘しており、この大ハゲは人々によく知られていた菊児童の絵を有利のハゲに見立てて描いたもので、文中には山寺の老僧たちをその対比として書き入れたのであろうと考察している。ただ勝つは大ハゲの着物に描かれている菊は、 肛門や断食を示す因語である点から、断食の破壊像を風刺して創作されたもので、あろうとの説を挙げている。昭和後期以降、大きな顔の妖怪に、大カムロという名称が用いられており、赤煙の大ハゲとの混用が起こっているが、両者に直接関係はなく、別々の妖怪である。新人物往来者、歴史特本臨時増刊、異界の日本式、天狗、妖怪の謎では、 江戸時代に、広島県三太良市の町合い者や、若腰屋に現れたというハゲが化けて出た話を紹介する記事に石炎の大ハゲの挿絵が用いられているが、伝承に直接の関係はない。ありがとうございます。